皆さんこんにちは、鉄冬です。今日はこの JR 奈良駅にやってまいりました。この JR 奈良駅ここに止まっている車両は103系電車です。区波103-215、昔山手線で活躍していた車両です。東京で活躍していた山手線がこのね、先頭の号車と一番後ろの号車の運転台がついているとこだけこの奈良県の奈良線にやってきました。本日はこちらに乗っていきたいと思います。でですね、なんでこの動画作ったかっていうと、本当は発表されてなかったんですけど、今年のダイヤ改正においてこの103系が引退するということが決まりました。本当にね、この NS407-409 が運用についていたんですけど、今回103系電車、こちらね、ちょっと動画出さないといけないなということで、引退の惜しむという意味でも、この動画を作成いたしました。では、103系、奈良から、京都駅まで乗ってまいりました。全区間乗ってまいりましたので、そちらの様子ご覧ください。本日もよろしくお願いいたします。早速奈良線103系に乗っていきます。この電車は103系電車で運転される普通京都行きです。ただいま奈良を出発しました。ここから先普通電車ですから全ての駅に停まります。奈良線は単線と複線が入り混じった路線なんですけども、次の次ですね、奈良山の次木津駅までは奈良線ではなく大和路線というね、あの線路を走ります。ポイントを通過などしまして、しばらく住宅街のあたりを北上していきます。現在、103系、この動画が出ている頃には103系はですね、走っていないんですけども、この撮影当時は2編成が活躍していました。電車と、もう一つの電車、NS407 編成と409編成がありまして、現在は奈良山の車両基地のところですね、に放置されていると、そういう情報が入っておりますが、当時は2編成、4両編成の電車2本が活躍していました。この辺りはずっと伏線区間が続きます。だいたいこの103系もスピード的にはですね、100キロギリ出さないぐらいでしたね。このように103系215と書かれているものがありまして、かなり古さを感じさせますね。車内はこのように扇風機などがついております。JR 西日本と書かれております。向こう側には奈良山の手前の車両基地の221系が出てくる様子が見ることができますね。今こうやって右側に見えるのが奈良山の車両基地です。左側には24号線。まもなく地図で見ると奈良山に到着します。左側の扉が開くようです。そして今奈良山駅に到着。扉が開きます。音がやはりちょっと国鉄時代のね、103系の音を醸し出しております。すぐに発車しますね。扉が閉まりまして。今、現在地がこの辺り。この奈良山を出ると次は木津に止まります。まだここは奈良線ではなく、関西本線の一部。実はこの103系も窓の形などは、原型の103系とほぼ同じ形をしていて、更新などがあまりされてないところが多いので、原型をよく見ることができたなと思いますが、ここにスピーカーがありまして、スピーカーだけちょっと後付けっぽいものがついてますね。扇風機もついております。稼働してはない。稼働してるところは見てないですけど。座席もね、意外とね、ふかふかでしたね。こうやって車窓を眺めていると、こういうタータのところでね、カメラ、大きなカメラを持った人は、103系に向けてシャッターを切ってるのを見ることができました。やはりこれは引退発表されていないながらも皆さんがね、すごい、こう、惜しんでいたのかなとは思います。実際、こう、一緒に乗ってる車両の中でも一人や二人は写真を撮ったり、カメラをね、外に向けたりしていたので、
まあ、なかなか、まあ、いつかは引退するならもう命は短いと思って撮影していたんでしょうけど、しばらくすると木津駅に止まります。次の木津では東西線が県都市線方面の列車と、また津下、それから亀山、終点には名古屋の方まで行く関西本線が伸びております。そこから北の方に奈良線が伸びています。今回はこの奈良線を通って京都に至るルートです。京都の亀山方面は大和路快速などが活躍しています。逆に東西線や県都市線方面は直通快速なんかがよく活躍していますね。木津駅では出口は左側です。木津駅は2面4線に流通線なんかが少しついている駅になっておりまして、これは窓から撮影しております。意外とね、人は多かったなと思いますよ。じゃあ今度は全面展望を、ここから京都までは全面展望を見ていきたいなと思います。この奥に見えている左側の方に止まるのは直通快速などが来る学研都市線の線路、そして右奥に伸びる線路は大和路線です。やはり国鉄型の103系電車、もう命が短いということで、皆さん写真をね、シャッターをこう103系に向かって切る人も何人かいたと思われます。ここでしばらく停車。奥からはね、大和路線から来た普通電車、あ、快速電車、それと奈良線の方から来た、京都から来た列車が同時に入線してきます。宮古寺快速です。宮古寺快速は京都を出るとね、東福寺、六地蔵、宇治、常陽、玉水、木津と来て、その最初に出発した終点奈良の順に止まっていくわけです。宮古寺快速は木津を出ると一駅止まらないで奈良山を飛ばして奈良駅、しかし同じ名前の快速、大和路快速は奈良山に止まって奈良に止まります。奈良からは旧法寺や王寺、それから天王寺、大阪環状線方面に行きます。そしてこの電車も扉が閉まって奈良線方面へと走り出します。左側にこう少しだけ見えていったのが学研都市線の線路です。で、ここでなんやかんやわんやかんやしますね。ちょっとこう眩しいですけど、そしてなんやかんやして右側に伸びていくのが大和路線、こちらは亀山、名古屋方面に行きます。ここからは奈良線も単線に入ります。右側左側に太陽光パネル、ソーラーパネルがあるのが特徴ですけど、少し左に妙にカーブしてね、少し森の辺りを通ってこれから深い森のところへと突っ込んでいくことになります。深い森でもないですけどね、森林みたいなところがあって、そこに突っ込んでいく感じです。で、ここ森林に見えるんですけど、実は橋の上でですね、木津川という場所になります。京都府でも有名な川はいくつかありますが、この木津川もなかなか大きい川です。ここの隣を走っている県道かな、県道かなんか国道かなんかの場所は泉大橋という理由ですよ。この木津川を辿っていくと関西本線の線路の方に沿っていくことになりますが、まだ広いところです。現在の位置はこの辺り、木津川ですね。そして木津を出るとすぐに上駒駅に停車。上駒ではこのように2線がありまして、単線のところに行き違いができるように設計されております。で、この電車はですね、今までは帝国通りを運行していましたが、下り方面の列車が少し遅れている影響で、この電車も遅れを食らうことになります。なんか車両のトラブルかなんかで確認しただけだったはずなんですよ。それで4分から5分ぐらい遅れてたので、この電車もね、結局は3分ぐらい遅れることになるんですよね。扉が左来ます。左側ですね、このような感じです。上駒のあたりには基本的に住宅街が広がっているように見えます。うんだそうですね、列車に遅れが出ているようです。この単線の悪いところというのは、上下線がね、影響が出るというところですが、下りが少し遅れると行き違いの影響で上りも遅れる、そこがちょっとね、よろしくないなと思うところでございますが、先ほど宮古寺快速が来たのに、今度は普通電車かな、上がやってきます。あれは205系でしょうか、まもなく発車しますということで、上駒駅で下り線の遅れの影響でこのように7分遅れできたので、この電車も少し1分2分遅れと表示されておりますが、実際には3分4分ぐらい遅れてます。205系は右側に見て、まもなくこの電車も発車。ここには国鉄のマークがついた 20.5 度です。
扉が閉まりまして上駒駅を発車。奈良線を普通電車で奈良から京都まで行くというのはかなり長い道のりになりますので、この動画も少し長くなるということを皆さんに覚えておいてもらいたいんですけど、本当に長いですからね。皆さん10秒スキップなんかを活用していただければと思います。この電車が発車するときはポイントの制限を食らわないため、かなりの加速を見せることができました。当時首都圏などではね、中央線、山手線、京浜東北線なども全て103系を使っていた、そういう感じになっていたのにね、本当に103系天国、日本で一番製造されたのが103系、4000両ぐらいかな、はなんか製造されたとも聞いたことがあります。案内があるようにこの電車少々遅れて発車したようです。ここからはもう本当に田舎の区間に入ります。少し右カーブがあるようですね。まあしかしも森の中といえどなかなかのスピードを出して走っております。だいたい今の速度は80キロ出てないぐらいです。70か60ぐらいだと思いますよ。ちょっと下がったかな速度が。このように右側には鉄道ファンの方がカメラを構えていらっしゃいますが、なかなかこんなところにこの撮影地があったんだみたいな感じですね。2名ぐらいいましたね、さっき。また右カーブで、このようになんか川みたいなところがありますが、これは木津川に合流する川でしょうか。次は田名倉駅という駅に停まります。田名倉駅は大和路快速ではないんですね、宮古路快速の行き違いが行われる駅でもありますが、遅れの影響でどうなってるでしょうか。奥に見えてきました、あれは田名倉駅です。この電車はそのまままっすぐ入るようですから、行き違いは行わないのかなと思います。普通このような分岐のある場所ではだいたい進行方向左側に転線するのがお決まりなんですけども、制限を食らわないためか右側に止まりましたね。ということはですね、おそらくあれは何でしょうね、対比は行わないんでしょう。対比や追い抜かしなどは行わないようです。田名倉駅 D17、 京都から17番目の駅という意味でしょうか。この田名倉駅の向こう、駐輪場の向こうのあたりにある駅ですが、これは奈良街道と呼ばれております。こっから先しばらく途中までですね、奈良街道と並走する感じになります。そしてここの踏切から、左側方面に行く、この踏切から左側方面に行く道路は奈良街道となります。ここでお別れです。今度はトンネルに入ります。このトンネルの上にですね、不動川という川が通っておりまして、トンネルの上に川があるようです。なかなか不思議な、また面白い川ですね。川より周りの地形が低い、そういった形になります。ここからは右左にソーラーパネルもありますが、ほぼ田園風景が続くようになります。またまたこの上には川が通っているようですよ。この川の下を通過していって、この田名倉を出ると止まる駅はですね、玉水という駅になります。玉所なんかの玉に水と書いて玉水、多分今のもまたあれだろうね、川だと思いますよ。こっからしばらくまた住宅街に入りまして、右左に住宅街が並び、小学校なんかもね見ることができます。この右側、この古戦橋かな、右側に小学校があったりと、この小学校の人は毎日103系を見ることができて羨ましいですね。そして間もなく止まるのは玉水駅です。お出口は左側。やっぱね、撮影している人もね何人かはいました。この玉水を出るとね、山城田貝、山城青谷、それから長池で常陽かな、新田と止まっていって JR 小倉、宇治で、宇治からまたしばらく先大涌とか小松とか六地蔵とか止まっていって、東福寺とかね止まっていって、桃山も止まりますね、桃山 JR 富士の森で、ずーっと行って京都と、そういう風になるわけです。さてこのように奈良線玉水駅を発車、玉水は宮古寺快速も止まる駅です。左側にと通っているこの道路は上駒常用線という道路だそうです。で左側、右側にこう、右側が主にですね、山なんか、また奈良街道もこう左、右側に通っています。でなんかでっかい産業工場みたいな、生コンかな、なんかの工場を通り過ぎまして、この電車少し右にカーブします。この辺りからは伏線化が進んでおりまして、しばらく伏線区間に入ります。奈良線は今になってようやく伏線化をしている工事でありまして、本数の増やそうとしている努力があることが伺えます。もう用地は確保しているみたいなんでね、
どんどん工事で頑張ってもらいたいなと思う限りですが、途中途中補正員さんなんかもいました。次は山城多賀駅に停まります。山城多賀駅の手前、この辺りですね。山城多賀駅の手前のここの川ですね。この川は南谷川っていうものかなだと思います。そこを通過して山城多賀駅、左側には全部畑なんかしかない、畑や水田かな、ほぼ畑ですね。畑がいっぱいありますけど、その中を泊まります。主に小学校や学校、それから住宅街があるのは右側の少し高い地域、両隊は一応左側にあります。このように山城高駅に停車、出口は左側です。そして対向列車も来るようですね。対向列車がやってきました。山城高駅をこの電車が通過します。これは宮古寺快速奈良駅、次は玉水、そして木津終点奈良の順に止まるようですね。退避を行った後、この電車は間もなくの発車、左側の扉が閉まります。この先はね、制限45キロの速度制限を食らうのであんまり加速はしませんが、45キロまでは加速します。奈良線には単線なので、こういう左側へまっすぐ伸びている、もう途中で線路が切れてるんですけど、こちらは、脱線ポイントとも呼ばれる、安全側線とも言われまして、対向車と衝突するよりはわざと脱線させて脱線させた方が被害が少なくなるという名目で、脱線ポイント、安全側線というものが設けられています。山城多賀を出ますと、その兄弟みたいな名前、山城青谷駅に止まります。車両の確認で下りの宮古寺快速の通過の時間がかかったのとの影響でね、この電車にも少し遅れが出ております。でもう間もなく山城青谷駅になります。ここのカーブを抜けてちょっと直線があったらもうすぐですね。この辺りは京都府の城陽市、この辺りずーっと左側にこう田んぼが続いております。奥にはビニールハウスも見受けることができますね。右側には比較的商業施設や住宅街などが立ち並んでおり、山城青谷駅使う人もいるみたいですよ。この103系電車山城青谷駅に到着。この動画を上げる日はですね、本日3月の12日かなになると思います。今動画編集しているのが3月11日ですので、あ、12日ですね。で、3月10日ですね。3月10日にこの動画撮影しましたが、3月10日、そして11日が、この103系の終了となります。201系電車との大阪東線引退と同様、103系も引退するんですが、このように山城青谷駅に到着。他に103系を見ることができる路線、というと JR 九州のね、肥後線みたいな線路と、路線ですね。あんまり確かに全部。あと、JR 西日本のこの奈良線が引退した後は、和田岬線、小さい路線なんですけど、和田岬線がありまして、あともう一つ、加古川線、そして万丹線になりますね。向こうからやってきたのは、普通電車、こちら221系です。これからこの103系はきっとこの221系に置き換えられていくのでしょう。対向列車が少し遅れてやってきていますが、この列車も少し遅れているので、あまり関係はありません。信号が青になれば間もなくの発車です。信号をよく見てみると、赤から青になる瞬間というのを見ることができます。踏切が鳴りましたので、もうすぐ青になるでしょうね。あと、ちっちゃく奥に見えてるんですが、制限60があります。信号をよく見てみると、赤から今青になりましたと同時に、ほぼ同時にですね、ドアが閉まりまして、制限は60というものの、60キロまで加速できますから、まあ、かなりトップスピードぐらいまで加速できると思います。まあでもこの103系が引退するときにですね、ツイッターかなんかでね、この電車、103系今日で引退となりますみたいな車掌さんが案内してくれたかなんかで、こう知ったんですけども、本当にこの103系が引退するとは全然思ってなかったので、すごい、ちょっとね、悲しい気分になりますが、まあそれとともに新しい車両が導入されて快適になるのであれば、僕はそれでいいなと思います。山城青谷駅を発車した後、次は長井駅ですね。長井駅に止まります。長井駅は比較的大きな駅です。ここから少しスピードを出していきますね。いくつかの川や山みたいな森みたいなところを通り過ぎていって、線形がこの辺は非常にいいのかな。あ、でもやっぱカーブはあんのか。ここから奥の方に行ってみると住宅街になります。こちら奈良街道と合流してるんですよね。このカーブを曲がると、その先には長井駅があります。この長井駅の近くにはたくさんの住宅街、そして道路、それからですね、商業施設などがありまして、なかなか栄えているところだとは思います。ポイントの点線などがありまして、
少しこう間が広いと思いますが、長い定期に到着、お出口は左側です。ここも基本2面2線の駅、途中で脱線ポイント安全測線などがついていますから、2面2線じゃないように見えるところもありますが、2面2線の駅です。長い定期、この扉が開くときの空気のエアのシューっていう音がまたいい音を出していますけども、さて少ししか止まらずに長池行き即発車。長池を出ると次は常陽駅に止まります。この辺りからは常陽市近鉄京都線との競合区間に入ってきます。近鉄京都線も寺田駅、口川駅の大久保の辺りからね、またこの JR 奈良線との競合区間に入ってきますので、この辺りは本当に航空写真で見ても住宅街がいっぱい、ところどころに公園や小学校といったものが見受けられます。次は常陽駅、常陽、京都府常陽市の一番中心部のあたりに入りますね。多くの商業施設なんかもあります。ですがここはまだ単線、競合して走っている近鉄京都線、そして奈良線に比べれば輸送力は少し劣ります。ですからこの宮古寺快速をもう少し複線化して早くね到達できるよう、近鉄京都線奈良線に対抗できるように、現在 JR 奈良線は複線化工事を行っているところです。右側にもね、伏線化のための用地が空いているのがよくわかります。ここの区間に線路を後々敷くことになるんでしょうか。全然線路もう一本引ける分がこう残ってるのがまた面白い路線ですね。ここからは線路が加わって伏線のようになります。多分ここあれだね、対比が行えるようになってるんでしょうか。そして間もなく常陽駅に到着。常陽駅の普通電車はおそらく先ほどの右側に出てきてたポイントのところから折り返しをするのでしょう。常陽駅に到着。だいたい京都からは常陽駅と奈良駅の普通電車が交互に出てる感じになります。またまた出口は左側。トレーダーが始まりまして、間もなく常陽駅を発車。これね、出発して奥の方を見てみると、おやおやおや、なんか新しい線路になってますね。綺麗なバラストです。バラストというのはこの線路の砂利のことですね。線路の下に敷いてあるこの石のことをバラストと言いますが、このバラストの色がこのポイントが変わったところから急に綺麗になっています。そしてここ線路が切られていますね。ここからは新しい線路に入ります。少し前に複線化されたということです。昔は単線でしたが、左側の線路が追加され、ここからしばらく複線となります。このように駅じゃない場所でも折り返しじゃないわ、対比というかね、行き違いができるようになりました。そして少し右にカーブを描き、今度は右側が綺麗になっていますが、今走っているのは昔単線だった部分になります。そしてしばらくするとこう両方にね、森のような木のような場所が出てきますけど、実はここ、昔のね古墳となっております。この古墳の真ん中をぶった切って奈良線は走っているわけですね。文化財もありゃしないということで、鉄道は恐ろしいものです。ここからは少し速度を出して走っていきます。でこのように走っていって、間もなく到着するのは新田駅。この文化財じゃないわ、古墳をぶった切った後は新田駅に停まります。新田駅はまた常陽市の大きな拠点。この新田駅の西側約 200m、300m ぐらいにはですね、近鉄京都線の大久保駅も存在します。京都へのアクセスは近鉄の大久保駅からの方がいいのでしょうか。複線ですし輸送力もあります。ですが場所によってはこの新田駅から利用する、そういう人もいくつかいるのではないかと思います。新田駅に到着。ここからもしばらく複線区間が続きます。左側の扉が開きまして新田駅に到着。新田駅では行き違いのあれをする人がないということで、この先もずっと複線になっているのがここからも見ることができます。発車ブザーが鳴りまして、まもなく新田駅を発車。新田からしばらく近鉄京都線と並走することになります。だいたい JR 大浦という駅の次の駅のあたりなんですね。ここからも右側に2線なんかがありますが、2線、上下線2つともそのまますれ違いができるタイプの複線になっています。この複線区間は割と昔からあるものですから、割と最初の方に複線化された場所になります。ですから最近複線化されたのはこの新田駅前の常陽のあたりかな、その辺だと思いますね。次は JR 小倉という駅です。
これは近鉄京都線に小倉という駅があるため、ではここの次の駅は JR 小倉の JR というものが最初についています。カーブを少し右に曲がりまして、ここから近鉄京都線と離れます。それに伴って航空写真で見ると、この辺りの右側のね、住宅街というのは円形状になっているのが面白いと思います。ここからまた直線区間に入りまして、でまた JR 小倉駅の手前でですね、右側にカーブすることになります。放送でもあるので JR 小倉駅にまもなく停車という感じです。 JR 小倉駅には進行方向左側に、ロータリーがある駅となっておりまして、この辺り右側左側ともにね、住宅街の道路とかがこの線路の形に沿うように作られているのがまた特徴でもあります。分かりにくい方でしたら、あの田園都市のあたりです。あの高級住宅街のあたりのね、まもなく JR 小倉に停車、 JR 小倉が少し曲がってますね。ちょっとこう描いた駅になっています。この JR 小倉を出ると次は宇治に停まります。扉が開いて、あまりお客さんがここで乗ってきたり降りたりっていうのは少なかったように感じますけど、まもなくすぐに扉を閉めて発車。ここからは向きを東方向に進行方向を変えて進み出します。宇治というと宇治抹茶で有名な場所ですが、京都府宇治市になるのかな。そうですね、京都府宇治市のあたりに入ります。この先しばらく伏線も続く場所になりまして、また京都府でも大きな拠点となる場所、京都府京都市がそりゃ大きい場所ですけども、宇治市、城陽市、伊豆のあたりもね、もう少し栄えてる。伊豆はあんまり栄えてないか。まあもうしばらく宇治駅に停車。宇治駅はですね、宮古次快速と府中電車、そちらの台風が関係接続が、ね、行われて、さらにですね、上下線が2つとも同じ時間帯に行われるという2面4線の駅です。副線からいきなりに2面4線、副駅線に入りまして、すぐにまた単線に戻るというちょっと奇妙な駅でもあります。大体ローカル線とかで、大体上りと下りで2つあったら十分という場所なんですけども、もう奈良線は副線化工事が進むにあたって本数も増えてきているので、この宇治駅では2面4線、こちらが、確保しないといけない、そういう状況になっていると思いますね。この宇治を出ると実は単線に入ります。右側が下り線、奈良方面の快速電車と普通電車の止まる場所、そして進行方向、今通っている線路と一つ右側の線路、そちらが宮古寺快速京都方面と普通電車の京都方面が対比を行う場所です。この宇治駅では対比のためしばらく停車します。宇治駅に停車、この電車4両編成ですね。奈良線は最大で6両編成までが走っています。残念ながら103系は4両編成の2本のみが走っていますので、6両編成を見るのは蕨崎線ですね。蕨崎線のみで103系の6両編成を見ることができます。個人的に思うんですけど、奈良線の205系って京浜東北線にちょっと似てませんかって僕は思うんですけど、205系ってなんか京浜東北線にパッと見えるな、側面から見たらパッと見京浜東北線だなって思う人はですね、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。さて、向こう側にやってきたのは、この電車を、この駅を先に発車する宮古寺快速という列車です。宮古寺快速は大体1時間に2本か3本ぐらいかな、3本かなが走っていると思います。京都までスピーディーにお客様を運ぶ列車となっております。宮古寺快速京都駅、6時増、そして東北寺に泊まって終点京都の順に泊まっていく列車です。そして間もなくこの103系乗車中の電車も扉を閉めて発車するというふうになります。信号が変わり次第と言ってましたから、そろそろ変わるでしょうか。扉が閉まりまして、おそらく信号が変わったんでしょう。宇治駅を発車します。はい、では皆さん、この大規模な駅、大規模でもないんですけど大きめの駅というのを、覚えておいてください。ここからですね、一気に面白い線路に変わります。ここまで4本あった線路は途中で2本になります。それは普通のことですが、2本から今度何本になるかというとですね、しばらくするとここには制限45と書かれておりますが、おやおや、この先線路が1本になってるではありませんか。この先は単線区間に入ります。
1本から4本にこう急に大きくなるってなかなか面白いなとは思うんですけど、ここも、ね、おそらく多分伏線の工事がどんどんいずれやっていくんでしょうけど、ここの区間はね なぜかちょっと長く感じますよね。いやできるんかな、まあ、場所はありそうです。そして単線になりまして、しばらくすると下にガータ橋が見えます。この川はですね、この川は宇治川という川です。この宇治川を通っていくと結局は大阪のですね、とある川につながるわけです。淀川ですね、淀川につながるのかな宇治川は。そうですね、この宇治川はずっと下っていくと淀川に差し掛かるということになります。そしてこの辺りからは伏線化の工事の模型が見ることができます。ちょうど右側に見えるのがただいま工事中の伏線区間です。バラストが綺麗になっていて線路も綺麗なものが敷いてありますが、実はまだ走れない路線になっています。途中ところどころ切れていたり、このように作業用のものがあったりして途切れていますね。ここ現在速度はだいたい60キロぐらい。またまたここから単線になって右側工事が進んでいることがわかります。まもなく停車するのは大博駅です。大博駅は京阪の宇治線大博駅と隣接しています。左側に見えるのが京阪電鉄駅の手前からしばらく並走します。やはりこの右側の線路というのは新しくできた影響で少し綺麗になっています。左側京阪本線じゃないな、京阪宇治線かは線路が2本あるのに対して、こちらは線路が2本ですがまだ工事中なので1本ということになります。ですから輸送力がね、また京阪にも負けている、そういった感じになります。京阪は京都河原町まで大阪からね、京阪本線とつながっていってますが、ここで分岐して右側と左側2つに分かれます。この列車進行方向左側に止まります。出口も左側、今の踏切なんかは京阪電鉄と同じ踏切を使っていますね。先京阪大博駅は進行方向左側奥にありますけども、そこから少し西に降ってますので、西にだいぶ大きくカーブしてますので、この大博駅を出ると分かれることになります。大博駅に停車、左側が扉開きましたね。向こうにはこちら京阪電鉄の車両を見ることができます。京阪宇治線と本線ではないですが、量が少ないですが、対向車として205系電車がやってきました。こちらは普通電車、この大博駅ですれ違いが行われます。しばらくするとまた信号が青になり、この電車また大博駅を発車することでしょう。左側の扉が閉まって間もなく発車、そして対向の205系も発車しました。左側に京阪大博駅を眺めながらまた単線に戻ります。もうほぼほぼ工事が終わりに近づいているのか、だいぶ伏線化が進んでいることがわかりますけども、ここからしばらく7号線と一緒に北上することになります。またこの大博のあたりは京都府宇治市大博という区域になります。大博を出ると小畑、それからですね六地蔵と止まっていて、桃山、JR 富士の森、稲荷、そして東福寺終点京都の順に止まります。右に少しカーブ描いて作業員さんがいます。これは大学改正の時に伏線化されるのかな、どうなんだろう、わかりませんが、もなくこの小畑駅に到着。小畑駅もこの駅の約西に200-300メートルぐらい行くと京阪宇治線の小畑駅があります。ここは特に JR 小畑駅とそういったものはついておりませんが、もうかなり奈良線でも最後の方まで来たとそういう感じですね。小畑駅に停車、ここも同じく扉は左側が開きます。扉が閉まって発車ブザーがない小畑駅を発車。小畑を出ると次は六地蔵という駅に止まります。六地蔵は地下鉄東西線、京都市地下鉄東西線の終点の駅ですから、地下鉄東西線とのお乗り換えがあります。六地蔵は宮古寺快速なんかも止まる駅です。そしてこのように見てみると左側に線路があるんですけど、普通電車と日本の列車というのは進行方向左側を走るのが通常でして、こういった場合右側を走るのはまだ工事が終わってないという時のみですね。まだまだこれも面白い光景の一つです。左側がなんか変に新しくなっていますよね。ここでさっきの線路は右側に変わり、列車は間もなく六地蔵駅に進入します。六地蔵駅は少し高架になっていて、
島式ホームということで、出口は右側にあります。地下鉄東西線との乗り換え、東西線で行くと次山科や烏丸御池、河原町方面、三条の方とかに行くことができます。こちら側の扉が久しぶりに開きます。宇治以来ですかね。よく見てみると反対方面の列車も来るようです。反対方面は205系電車、普通電車ですね。未だ奈良から順番に来て普通電車103系を見ていないので、そろそろ103系とすれ違いができるのかなとは思いますが、まだ来ないようです。右側の扉が開いた六地蔵駅を発車。ここは宮古寺快速も止まる駅です。宮古寺快速は東福寺、六地蔵、そして先ほど止まった宇治、常陽、そして玉水、木津、それからこの列車の始発駅である奈良駅に至ります。六地蔵を出てしばらく、この川は山科川と言います。京都府山科区のあたりから伸びている川でしょうか。またここから単線に入ります。次の桃山駅を目指します。ここから宇治線と並走しますが、桃山のあたりから今度近鉄、京都線、そして京阪本線と一緒になるわけです。単線区間のこの区間、いずれまたここも6線になる準備ができているといったようでしょうか。左に大きくカーブします。左側は綺麗に壁が埋まっているので、右側におそらく新しい線路がつくのでしょう。これからの奈良線にも期待が合いますね。奈良線の高速化にも期待できます。そして間もなく桃山駅になります。右側には京都立花中学校、高校がありまして、また神社なんかもあるようです。その辺りから比較的新しい線路も並走します。間もなく見えてきた駅が桃山駅です。近鉄でいうと桃山五両前駅、京阪本線でいうと伏見桃山駅ですが、この GR の桃山駅と桃山五両前伏見桃山駅は少しちょっと歩くには5分ぐらいかかるといったところでしょうか。対抗の宮古寺快速も見ることができました。6両編成の列車ですね。桃山駅には宮古寺快速は通常止まりませんが、遅れの影響で宮古寺快速退避を行っておりました。多分扉は開けてないので客扱いはしてないでしょう。単線ですとこういうことが起こるので、伏線化にはこうご期待といった感じです。扉が閉まって桃山駅を発車。この辺りは京都市伏見区に入ります。やっぱ踏切のところも近くも工事がされていまして、いろいろガヤガヤしていますが、ここから先少し離れていますが、進行方向左側にちょっと見えないですけど、近鉄丹波橋駅、京阪丹波橋駅を見ることができます。ですがそれも並走することなく、しばらくすると JR 富士の森駅。なぜこの JR と近鉄で戦った時に奈良までの時間が近鉄が早いのかというと、線形が悪いんですよね。時間がとてもかかる線形をしています。右に曲がったり左に曲がったりと、それを少しでも高速化するために伏線化はとても重要な事業でありまして、 JR 西日本特にここにも力を入れているといったところでしょうか。ここも左側に工事されたての、伏線化されたての線路を見ることができました。この辺は不格差とも言いますけど、このカーブを曲がって少し進むと JR 富士の森駅です。深草という地域にも入るようですが、全国大前深草という駅名もある通り、そうですね、そのような地名になってます。少し離れていますけどね。まもなく両開きポイントを取りまして、 JR 富士の森駅、テコには205系が見ることができます。常陽駅ですね。この JR 富士の森駅は京都教育大学の最寄り駅としても使われています。ここまで来ると京都府京都市伏見区、ようやく京都市に入ったという感じです。もっと南の方から入ってるけどね。発車ブザーが鳴って間もなくまた発車。ここからまた伏線区間が続きます。この伏線区間は割と昔から作られていて、この辺りから東福寺、そして京都方面は伏線のままですね。次は稲荷市民内大社最寄り駅です。稲荷へのアクセス方法は2つあります。 JR でいうと稲荷駅、京阪でいうと伏見稲荷駅です。なお京阪の伏見稲荷駅の南側、少しちょっと行ったところには龍谷大前深草駅、龍谷大前深草駅と JR の稲荷駅の方が実は直線距離でいうと少し近いかもわかんないですけど、伏見稲荷大社
で有名な稲荷駅で、よく昔外国人なんかに案内するために稲荷には止まりませんというのが親子世界作で放送されていました。稲荷には止まりませんという放送がね、そこからしばらく快適にすれ違いも困難なく進むことができます。稲荷駅に間もなく到着するといった感じです。少し右にカーブして稲荷駅に下車。稲荷駅は意外と人が多い印象です。まあ住宅街も近くにあるっていうのも一つあるかもしれません。結構お客さん多めで稲荷駅に到着。もう桜かな、梅かな、もう咲いてる時期なんですね。もう3月ですから桜の時期に、桜のシーズンに近づいています。左側には交代禁止と書いてありますが、後ろには稲荷駅の後ろ側には踏切があるのでね、交代したら人を引くことになりかねません。ここからお客さんも増えてきました。そして扉を閉めて列車は発車。この稲荷を出ると、次は稲荷を出るとね、次は東福寺に停まります。そして東福寺を出るともう京都、次は東福寺です。稲荷を出てしばらくするとちょっと見にくいですが、左側に京阪本線が見えてきます。見えているのは京阪本線の戸場街道駅で、右側には103系ですね、対向の103系電車を見ることができました。ちなみに今走っている、今乗っている電車と先ほどすれ違った2編成が活躍しています。でまたまた京阪本線は左に離れて上を通過していきます。今度右側にね、映るというわけです。で次は東福寺駅に停車。東福寺は京阪本線とのお乗り換えでもあります。京阪の方が本数は多いですが、 JR だとすぐ京都に行けますね。京都駅に行けます。ですから観光にはもってこいでしょうね。京都からすぐ出る奈良線としては。東福寺駅に停車。東福寺を出るともう京都駅です。奈良から乗ってきた長い長い普通列車の旅ももうすぐ終わりということになります。ちなみに東福寺停車前に通過したのが九条湖線橋という場所。京都市バスの巡回系統などはよく走っている場所ですが、京都駅の南側のあたりがすごい道路が混むので、ここを通るといいという、外環状線ですかね、を通るといいということも聞いたことがあります。東福寺を出てすぐに渡る川、こちらの鉄橋、ここは鴨川です。鴨川を渡って間もなく東海道新幹線と琵琶湖線と合流します。アナウンスにも関東に間もなく京都駅、長い長い旅もここへ終点です。少し遅れて到着したものの、折り返しで時間がかかるためその遅延はなさそうですね。東海道新幹線、琵琶湖線、京成線方面と JR 京都線、それから新幹線、足幹線とか地下鉄線もお乗り換えです。右側に見えている線路群が琵琶湖線、越井線、電車は9番線に入るようです。行政電がありながら右にポイントを電池線、奥に止まっているのは宮古寺海速奈良行きです。これは8番線に止まっています。やはり103系出ることもあって、京都駅の89順番線のあたりには多くの鉄道ファンがいたと思われます。動画を撮っている方、写真を撮っている方が見受けられました。実際シャンテンもね、まあ、103系を楽しんで撮影している方も他にもいました。夫の103系奈良から乗ってきた旅、ここで終了です。ここまでね、かなり長かったけど、だいぶずっと動画回してました。というわけでこの辺でね、車内からは終わりたいと思います。では降りましょう。奈良から、1時間ちょっと乗ってきたこの103系ともここでお別れです。これは京都駅に基盤乗り場で、103系上京駅に行き先変更します。折り返し上京駅、 NS407 の他にもう一つ編成があるんですけど、それは東福寺ですれ違いました。ということでここら辺で今回の動画を終わりにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。